はい、皆さんこんにちは。レクセン二講師の森剛と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、令和5年度の一般教養の分析会ということで、前回、文系編をやりましたので、今回は理系の問題を見ていきたいと思います。23問目の物理の問題からになります。問題はこちらですね。はい、地球の半径を R メートル、地表での重力加速度の大きさを G と、で地表から H の高さの円運動をする人工衛星が地球を周回する周期を選べという問題ですね。ちょっとまあ状況図にしてみましょう。これが地球ですね。地球の半径が今 R だと。でその地球の、上上空、おおむねというか、H の高さで、この衛星が円運動している。でこの、一周するのにかかる時間ですよね、これを求めろと、こうぐるぐる回ってるわけですね。はい。で、この時にまず、これ円運動してるわけですね。この向心力ですね、この、地球から受ける重力の大きさを知りたいわけなんですが、ここに与えられた問題の中で地表での重力加速度の大きさが G だと言われてますね。地表ってことは要するにこの地球上です。半径 R の地球上では G の大きさだけども、 H だとどうなるかわからないわけですから、これは万有引力の法則を使って求めていく、そういう問題になるのかなと私は思っています。つまりですね、まず万有引力の公式に当てはめると、この物体の重さを M、 地球の重さを、お持ちの M としておくと、この万有引力の公式としては、これ G が万有引力定数だとしたら、こういう公式になるはずなんですよね。で、これはあくまで半径が R の時に MG だって言ってるわけだから、今回求めたいのは、そうです、地球からの距離が R プラス H でなきゃいけません。でこの時の値を求めようと。でこれを G を使って表したいわけなので、これちょっと変形していけます。はい、こういうふうに変形というか、R、もともとこれからスタートしてこの形を作ると、そしたらこの形はMG に書き換えられますよね。はい、ということで、この力ですね、この力が向心力だということが分かりました。はい、ということで、これ F イコール MA の式が作れてますね。だから向心力、これが向心力 F になって、でこの向心力に対してあとはもう普通に円運動しているということなので、円運動の公式として半径 M かける半径分の速さ V の2乗だと、はい、こういうふうな式を当てはめればいいでしょう。向心力が分かったので、はい、でこれを当てはめるとどうなるかというと、 V の2乗をこれで計算すると、 V の2乗はですね、はい、こうなりますかね。はい、これ普通に V の2乗を計算するとこうなりますよと。で、あとは、V が分かればね、もう T が、分かったような、ものですね。はい、T というのは一周するのにかかる時間ですから、一周の長さは 2π 半径ですね。そして速さは V ですと。で、V 代入すると、これはね、もうこれ代入して、せっせとというか、計算していく。一応計算の過程簡単に書きましょうかね。2乗だったんで、ルートをつけて分母にしてということで、で、これを最後ちょっと、この形に合うようにまとめると、2π の、括弧 R プラス H の3乗の R の2乗 G かな。はい。こんな形になると。ちょっとこれ、順番逆になっちゃいましたけども。とにかく4番が正解ですね。はい。こういうふうに、万有引力の法則と円運動の公式を使って解くというようなもので、基本的には高校物理の範囲で解けるかなと私としては思ってます。ちょっともしかしたらね、これよりもっと簡単な解き方があるのかもしれないけど、私の知識内で、私なりに一番いい解き方として思ったのはこの解法だったということで、ご参考になればと思います。
はい、24番ですね。これはまあオートバイが一定の振動数の音を出し続けながら一定の速さで直線道路を走っている、道路沿いで静止している観測者がこの音を聞いたとき、このオートバイが遠ざかる際の音の振動数ということで、これが 0.9 倍だったと。はい、これはもう明らかにドップラー効果の公式を使えという問題ですね。ドップラー効果の公式を使っていきましょう。今回は観測者は動かずに音源が動いてますから、V ね、オートバイの速さを V とすると、分母の方を変形しますね。はい、これが、近づいてくる時の振動数がこちらで、遠ざかる時の振動数は近づいてくる振動数の 0.9 倍だから、これに 0.9 をかけた時が、こうやってこれ遠ざかる時の振動数になっていると。この等式をですね、V について解く、そして一番近いものを探せば、それはまあ65になるので答えは2番と。まあ、65になるというか、すいません。これは、秒速で出るんですね。で、秒速で V が出ちゃうので、これ V を出すとどうなったのかな。これ私の計算が正しかったら、V が34分のなんか 1.9 メーター毎秒とかになるので、まあ、これを、なんていうのかな。34×34の1.9×3600 して、で、さらに1000分の1すんのかな？はい。これで、時速に直るはずですから、まあ、この計算を解けば、おおむね65になってくるというところですかね。そうですよね。3600をかけて、3000で割った3点。そうですね。はい。まあ、こんな感じで、求まるかなと思います。はい、まあ、これはドップラー効果をそのまま使うという、タイプの問題でした。続いて、25問目ですね。さっきの2問が高校物理で割とささっと解けるのに対し、この25問はですね、非常に難しいと私は思いました。高校物理の範囲をちょっと超えてるんじゃないかなとも思ってます。別に高校の範囲から出るかどうかはちょっとわからないので、まあ、高校の範囲じゃなく、これちょっともしかしたら大学レベル知識がないとなかなか難しい問題なんじゃないか。ただ私はちょっとあんまり大学で物理やってないので、ちょっと高校の知識でなんとか解けないかと思って、ちょっとこの問題は、解説していきます。静電容量が C のコンデンサーの両極板にそれぞれプラス Q マイナス Q の電荷が蓄えられている。時刻0秒において電気抵抗 R の導線で、この、極板をつないだところを与えられていた電荷が減少していたということで、まあ簡単に図にしますね。まず説明されている状況を、コンデンサーがあって、まあ、ちょっと抵抗 R の導線っていうのは、まあ、こういうふうに抵抗 R があるよという形で置き換えて考えますね。で、こっから、これが、まあ、最初 T イコール0じゃないですか。で、こっから十分時間が経つと、これが、十分時間が経つと言ってません。失礼しました。十分時間が経ってたら、点がなくなると思うんで、ある時間でですね、プラス、2分の1Q、で、マイナス2分の1Q という電荷になったよと。で、この時の T の値は、まあ、これに、仮に X としましょうか。この時の T の値を求めろってことですけど、コンデンサーをですね、コンデンサーにおいて、ある電荷の時の時間を求めるなんていう問題は、ちょっと、なかなか高校の物理で考えるの難しい気はするんですが、ちょっと頑張って考えていきたいなと思います。で、まずちょっと公式のおさらいですけども、まあ、コンデンサーの公式として Q イコール CV っていうのがありますから、これを使えば V イコール Q 分の C と導出できます。そして、オームの法則 V イコール IR があるので、これを使えば I イコール R 分の V と。で、この V を代入すると、RC 分の Q っていうのがわかるわけですね。これは、ここのコンデンサーの電荷が Q の時は、この RC 分の Q の、これ抵抗 R なんでね、RC 分の Q の、電荷というか電流が流れてるはずです。で、この電流っていうのは何かっていうと、流れる、電荷の、まあ、単位時間あたりの量ですよね。単位時間あたりに流れる電荷の量が、I だということです。で、ここからが激ムズなんですけど、この問題。これを当てはめますとですね、結局これ、この Q が時間 X において、時間 T において、時間 T において、この Q が一体どんな値かっていうのを知りたいわけなので、こういう関数が欲しいんですよ。時間 T あたりの Q。で、これね、これを使って頑張って、この状況を使って
解くと、はい、こうなるのかな？そうですね、こうなるんじゃないかというところで、なんでかというと、まず、これ、この、つまりね、この Q を T で、まず微分した状況じゃないですか。Q を T で微分すると、その時に、流れる電流の量ってのはこれですよと。だから、これ、微分するとね、ちなみにこれ微分したらどうなるかっていうと、こうなるはずですよ。あ、間違えた。こうなるのかな。うん。微分したらこうなるじゃないですか。普通に、t、e のついてる、e についてるね、t 関数なので、まあ、これが前に出してみたいなことで、こうなると。で、これって、要するに、まあ、この状況、を作れてるんですよね。つまりこの式っていうのは、まあ、この微分したらこうなるように、合致するんです。マイナスはついてるんですけどね、うん、まあ、マイナスはつくのはなんていうか、これは減っていくのでね、うん、逆に減っていくからマイナスがつくのはその通りで、これ t に0を代入したら q になるんですよね、こっちにね、これ t に0を代入したら q にならないとおかしいですからね、はい、ということで、おそらくこの微分の状況から あとこのね初期値からして、まあ、こういう関数になるだろうという、予想を立てるわけです。でそうすると何が起きるかっていうと、この Q、の E の RC 分のマイナス T イコール、2分の 1Q、はい、これを解けばいいんですよね。これを満たす時のまあ、要するに t の値が知りたい。で、これ q が消えますから、これ計算していくとどうなるかっていうと、まあ、ログつけますかね。ログつけて、ログ e の e の rc 分のマイナス t イコール、ログ e の2分の1だと。で、ログ外して、こっちログ外れるんで、マイナス rc 分の、t ですかね。はい。で、これが、ログ、こっちはログついたままか。で、マイナスつけようかな。マイナスにしたら、こうなるよね。はい。ということで、t イコール、これ解けば t イコール rc、ログ e になるかなと。で、これ答えですよね。これ答えという問題です。まあ、非常に難しいですね。ちょっと私、なんか説明する中でどっか、もしかしたらどっかしらでなんか変なこと言ってたかもしれないですけど、まあ、おおむね、方向性は合ってるのかなと。思います。細かいこと言い出すとね、なんかその考え方おかしくないって突っ込まれることがあるかもしれないんだけど、もう本当高校物理で、これ解くんだったらこういう方法しかちょっと私は思いつかなかったので、ちょっとこの方法で私は解いてみました。はい。じゃあ続いて、26番。ここから生物ですね。はい。バイオテクノロジーに関する記述として、適切なものを選べという問題です。1番、トランスジェニックマウス、というのは、ある注目する遺伝子を、欠失させたゲノムを有するマウス。これね、遺伝子を欠失させるのはトランスジェニックマウスではなくて、ノックアウトマウスのことだと思いますね。はい。で続いて、CRP 法においては、E 型って読むのかな、E 型 DNA と、これ1種のプライマーって書いてるのは2種のプライマーですね。で、4種のヌクレオチドとか DNA ポリメラーゼとか干渉液を加えた領域。だから 1種類が2種類になると。で、3番これ合ってますね。はい。で、4番に関しては、DNA の配列を認識して DNA 差を切断するのは、これま制限酵素という名前で呼ばれてるんじゃないかなというところです。はい。で、5番に関しては、このね、遺伝子治療っていうのはこれゲノム治療のことじゃないかっていうことですね。ちょっと私は高校での生物をちゃんと勉強していなかったので、高校の時に生物受験科目じゃなかったので、ちょっとあんまりね、ちょっとウィキペディアとかちょっと調べて、そうなのかなっていうふうな、ことを今喋ってます。はい。続いては、27番か。これですね。はい。これも生物の問題ですね。はい。まあ、これも、まあ、だから私、ちょっと生物詳しい人とかにもちょっとね、助言いただきながら、この問題は解説したいと思うんですけども、ヘモグロビンの、乖離曲線っていうのがあるよと。で、これは、横軸が組織の、酸素分圧、縦軸がヘモグロビンの、酸素飽和度により構成されたグラフに関する記述ってことで、まあ、だから、まあ、グラフもし書くんだったら、
まあ、横軸が、これが、横軸が酸素分圧ですね。酸素がまあたくさんあれば酸素分圧は高くなりますね。で、縦軸はヘモグロビンの、酸素飽和度ですかね。酸素をどんだけヘモグロビンが含んでいるかってことですかね。はい、酸素飽和度です。で、これは本当に生物の詳しい方に聞いたんですけど、ヘモグロビンっていうのは酸素がたくさんあるところで酸素を蓄えて、肺とかがそうですね。で、そこでないところで自分の持っている酸素を手放して、酸素を供給する働きを持っているんだと。まあ、確かにそんなようなことを言われてみれば中学とかで習ったかなみたいな感じもしますよね。そうやって酸素濃度の高いところで酸素とくっつき、酸素濃度の低いところで酸素を放つから、それが血液にあるから我々の体に酸素が巡ると。って考えたらこれは上向きのグラフになってなきゃおかしいですね。酸素分圧が高いほど酸素飽和度も高くなってくれないとおかしい。で考えたら4番なわけです。はい。ということでこれは4番が正解ということになります。続いて、28問目ですね。はい。これは、ダーウィン的世界観ではある個体が残す子孫の数を適応度と捉えるが、社会、生物学的視点では、その個体の血縁者の適応度も含めた包括適応度に注目すると。なんで、この包括適応度が最も高い組み合わせってことで、まあ、どんだけ血が濃いのかですね。この全部3人ずついるんだけど、この3人の血の濃さを合わせたらいくつになるかっていう問題なのかなと私は解釈しました。で、配偶者、息子、娘っていう1番で見ると、配偶者とは血のつながりないですよね。だから0になります。で、息子っていうのは、要するに自分と配偶者との間で生まれた子供ですから、自分が半分、配偶者半分の血でできてるから、当然娘だろうが息子だろうが2分の1ですよね。で、2人合わせて1と。父ですね。父は、まあ、自分と半分の血のつながりがあるはずですよね。息子が2分の1ってことは、ね、自分が、子供だと考えて、お父さんと見たら、やっぱ2分の1のはずなので、2分の1と。でね、姉がちょっとややこしいんだけど、姉っていうのは、2分の1の血縁関係を持っている父と2分の1の血縁関係を持っている母との間で、2分の1ずつで作られてるから、2分の1の、父から4分の1、母から4分の1ずつ、受け継がれて、4分の1たす4分の1で姉、まあ、つまり兄弟は2分の1になるのかなと思います。で、その2分の1の兄弟からさらに生まれた子供っていうのは自分とはその半分の4分の1になるので、全部足すと4分の5になるかなと、はい、思います。で、次ですね、母と妹はだからさっき計算した通りですね。で、これ、いとこですね。いとこがややこしいんですが、いとこっていうのは、ちょっと図にしようかな。で、まあ、こういうことですよね。はい。で、母とおばって考えるんだけど、で、おばっていうのは、まあ、これ、別におばでもおじでも、母でも父でもいいんですけど、まあ、祖父、祖母から生まれますが、母が、まあ、2分の1でしょ？ってことは、祖父、祖母は、4分の1なわけじゃないですか。で、4分の1ずつから生まれてるんで、どうなるんだ？母、そう、4分の1、4分の1。で、8分の1、8分の1。だから、ここ4分の1になるのかな？はい。おばは4分の1になると思うんですよ。おじいちゃん、おばあちゃんが4分の1だから、その半分ずつで結局4分の1になって、で4分の1のおばから生まれてくるから8分の1っていうふうに、私としては考えたというところですね。いとこは8分の1だろうと。ということで、2分の1、2分の1、8分の1で8分の9。はい。ということでですね。で、弟とその娘はもう簡単ですね。2分の1と4分の1で、義父、ね、義理って書いてるから血のつながりがないとして0、4分の3。兄と、父の姉。で、これを、まあ、おばですか？で、おじですか？はい。おじおばはさっきここで計算しましたね。4分の1だと。ということで、2分の1足す、4分の1足す、4分の1。ということで、1になると。ということで、一番、この数字が大きいのは4分の5の2番ということになります。続いて、29問目ですね。今度は、これ地学の問題なのかな。次の文章は積乱雲について述べたものであるということで、成長した多数の、雨粒が落下して強い降水が開始すると、積乱雲内には周囲よりも、まあ、暖かいか冷たいか、まあ、雨降っている場所なんで、まあ、冷たい、下降流が発生すると。で次第に、雲内は、下降流で占められるようになる。すると、雲内では、
雨粒や、これ雲流と読むんですかね、雲流が、これを雲流と読むんだったら雨流と読むのかなって話ですけど、雨粒も、まあ、ちょっとすみません、ちょっと適当に読んじゃってますけども、新たに生成されなくなると。で、このため一つの積乱雲の発生から消滅までの時間、これなかなか分かんないと思うんですよね。まあ3時間か1時間、ちょっと私もこれ地学とか別に真面目にというか、それこそ本当受験科目でもなかったので、やってないんであんまり分かんないですけど、でだからまあやってた人は分かるのかもしれないね、逆にね。まあちょっとこれは難しいなと。どれくらいか、1時間か3時間か難しい。ただ最後の「う」がめちゃくちゃ簡単なんですよね。一方、強い下降流が地面に達すると、そこは、はい、これ、下降流が達したら、これは、なんなら中学校の理科でもならないのかな、これって。そこは高気圧ですよね。これ、確実に高気圧ですね。下降流ってことは、下向きに、こう、ぐっとね、空気が流れてるわけだから、まあ、イメージこうだよね。地面があったら、その地面に向かって、空気が流れてるからね。これ、地面ね。当然、ここは、ぐっと圧縮されますから、ここ、高気圧になりますよね。はい、ということで、まあ、ここ高気圧って分かれば、冷たいと高気圧が分かれば、もう5番しかないので、まあ、5番が答えと、まあ、1時間か3時間かに悩まなくてもいいという問題だったかなと思います。はい、で、次30問目ですね。はい。なんか地球の測量に関する問題って、これ本当にこれめちゃめちゃ難しかったなんです。僕なんか個人的には思ったんですけど。はい。で、高さを最も高精度で測る、求めることができる測量手段の問題で、三角測量であると書いてて、ちょっとこれは私も調べて、ちょっとね、はっきりとした記述は見つからなかったんですが、まあ昔は三角測量でやってて、今はなんか GNS っていうような名前の、GNS っていう名前の測量をやってるそうなんですよ。GNSS、なんか衛星とかを使った。だからまあこっちの方が正確なのかなっていう気がしますね。ちょっと、まあ、GNSS もなんかこう、正確さに関してはいろいろなことが書いてあって、はっきりと三角測量と比較してとか書いてなかったし、ちょっとそういうね、私が調べてもなかなか見つからなかったんですけど、まあ少なくとも三角測量じゃないのかなっていう気がしますね。で次、これは、標高とは、基準楕円帯からの高さ、これがちょっと間違ってるのかなと。これも私も調べたら、これこそまさに、これこそっていうか、このジオイドからの高さのことを指すよって書いてたので、まあ、それは違うのかなというところですね。で、これもですね、まあ、GPS。GPS っていうのはどこが運営してるかっていうと、これは、ウィキペディアかな、にアメリカって書いてました。アメリカ、だからこの辺は入ってこないかなと思いますね。アメリカが、まあ、持ってるシステムだということらしいです。はい、で、あとはね、絵と尾は合ってるということなので、5番ということになります。はい。続いて、31問目いきましょう。次の文章は液状化現象ですね、についての話です。はい。で、これも私もですね、液状化現象詳しいわけではないので、ちょっとまあネットなんかで調べて、こんなこと書いてたよっていう解説になっちゃいますが、液状化現象は地下水位が、まあ高いか低いかって話ですけども、これはまあ高いですね。高く、つまり、地面から地下水位が、地面から見て浅いほど起きやすいと。まあそれは要するに地下水位が高いってことですから、高いになりますと。で、また、これね、砂と泥ってありますね。で、砂と泥って粒の大きさが、違うんですよね。これ中学校で習うかなと思いますが、まあ、砂の方が大きいと。で、なんか、液状化現象が起きやすい、ね、粒の大きさってなんか書いてて、なんか 0.03 から 0.5 ミリぐらいの、大きさだと液状化現象起きやすいよと。で、泥まで行くと、それよりずっと小さくなって、それに該当するのは砂の大きさですね。はい、これは砂になります。はい。で、また、砂のね、地盤で強い揺れが起きた時に発生しやすいと。で、液状化現象が発生すると、砂が地下水に飽和して、地盤が液体のように振る舞うため、支持基盤を失った建物が傾いたり、地下埋没管などが、これまあ浮くか沈むかですけども、これもネットに書いてたんですが、水より比重が軽いと浮くらしいですね。なんか、まあそうです、そうだよね。周りがその砂混じりの水状態になってるわけだから、まあそれは当然水より軽いと浮くだろうなと。はい。で、まあ、地下埋没管っていうのは、まあ管っていうぐらいだから、まあ管、だから中が空洞なのかなって考えたら、まあ軽いのかなという予想で、まあ浮くか答えになってるのかなと思います。で、液状化現象は干拓地、埋没地、で、なんちゃらなど、以前、水部だった地形で発生しやすい。で、これはまあ思いっきり、調べたら、まあ、急稼働、急稼働で起きやすいというふうなことを書いてましたね。
まあ、扇状地とかは、なんかこう、いろんなケースが書いてあって、別に一概に発生しやすいとは言えなさそうです。はい。で、土地の、履歴を調べることで液状化リスクの高い箇所を容易に把握することができる土地の履歴を調べるには昔の地形図やなんちゃらを調べるとか重要だと。で、これもちょっと明確な根拠をね、見つけることはできないんですけど、なかなかネットで調べても。ただまあ空中写真っていうのは割と過去のものも見れるらしいですから、じゃあ過去のものも見れるんだったら土地の履歴を調べるにはいいよねと。空中写真ね。はい。一方、貝塚分布っていうのは、まあ、もちろんそのすごい古い時代の、なんかその海岸線なんかを推測するのにいいとかって書いてましたけども、まあ、その、いわゆる、災害が起きやすいかどうかを考える上で、わざわざ貝塚分布を読むっていうのはあんまり想像できないですよね。なんか空中写真があるんだったらそっちの方が絶対手っ取り早いだろうって気がしますから、まあ、貝塚分布と空中写真比べたら空中写真かなというような、まあ、ちょっと曖昧な根拠で申し訳ないですけども、ちょっと全然私専門家ではないので、専門家じゃない人間が一生懸命調べたら大体これぐらいのことが分かりますよというようなことかなと思って聞いていただけたらありがたいかなと思います。ということで、まあ5番が正解というふうに私は、5番が正解なのは間違いないので、はい、根拠としてはそういう根拠になるかなと思います。じゃあ続いて32番。32番こちらですね。はい、これは科学の問題ですね。はい。科学は僕は割と高校で、ね、ちゃんと勉強したから、ある程度解説、まあ、それなりにできるかなというところなんですが、まあ、典型金属元素に関する記述を選べということですね。で、A、ナトリウムの第一4価エネルギーは、ケイ素原子の第一4価エネルギーより大きく、塩素原子の第一4価エネルギーより小さいってことですが、ナトリウムとケイ素と、塩素のイオン化エネルギー、順番並べるとこうなります。塩素が一番大きくて、ケイ素がその次、ナトリウムが一番小さいです。だからこれまあ×ですね。順番が違う。で、これイオン化エネルギーっていうのは、これ、陽イオンになりやすい。小さいほど陽イオンになりやすいんですよ。イオン化エネルギーが小さいほど陽イオンになりやすいっていうのはもう、科学習うときに絶対覚えなきゃいけないことなので、でそう考えるとね、どう考えたってこれ一番陽イオンになりやすいのはナトリウムで、すぐ Na プラスになるし、で塩素が陽イオンになることってなかなかないじゃないですか。普通、Cl マイナスになると。で、その真ん中がケイ素ですね。はい。まあ、ケイ素は陽イオンになることが多いと思いますが、ナトリウムよりはなりにくいですね。うん、ということで、まあ、明らかにね、これ、塩素が一番大きいですから、はい。まあ、この順番になると。で、A はそんな難しくないんですよ。イオン化エネルギーについて。普通に高校で科学勉強していれば。問題 B なんですよね。マグネシウム原子の第一イオン化エネルギーは、ナトリウム原子の第一イオン化より大きく、アルミニウムの第一イオン化エネルギーより小さいって書いてますが、これ、正確に調べると、Mg が一番大きくて、ね、Al、Na の順番だそうです。で、いや、これは難しいですよ。これ全部陽イオンになるので、で、うん、なんなら、マグネシウムとアルミニウムが順番が反対っていうふうに、考えることも、何の勉強もしてなかったらそう思ってもしょうがないかなと思うんですよね。なんか一般的に周期表の右上の方が、なんか大きいとかっていうふうに習うと思うんで、科学だと。ただこれ順番逆なんですよね。ちょっとこれはなかなか難しいね。これ細かい知識として、順番逆になってることを知らないと解けない問題でした。はい。で、C ですね。これ普通に合ってます。で、D はね、これ何が間違ってるかっていうと、アルミニウムは水酸化ナトリウム溶液に溶けないがって書いてますが、溶けますね。普通に溶けます。これも、高校で科学勉強していれば簡単で、両性元素というやつですよね。アルミニウムと亜鉛は両性元素。まあ、すんなりっていう語呂合わせが超有名かなと思いますけど、だからアルミニウムは溶けます。溶けるときの化学反応はこちらですね。はい。ということで、溶けないと書いてるけど、溶けるが正解です。で、E は普通に丸かなというところですね。だから3個が正解です。まあ、3個っていう正解があって、どれが誤った内容かっていうのは、これはもう公表されてないから分かんないけども、まあこれはこれで間違ってないのかなと私は思いますね。C と E もね、間違ってないですから、普通に資料と照らし合わせたら、科学の、ね、一般的な資料と照らし合わせると、全然 C と E も丸だと判断できましたので、この3つが間違いかなと思います。はい。で、続いて33問目いきましょう。これも科学の問題ですね。水の性質に関する問題。これなかなか面白い問題かなと思うんですよね。1番。水は分子間に水素結合が働き、氷になると隙間の多い立体構造を作る。そのため、氷は凝固すると体積が増え、密度が減少し、氷は水に浮く。これ正しいですね。はい。分子間に水素結合もちろん働きますし、氷になると隙間の多く立体構造を作るから、氷の方が軽いっていうのは、まあ普通に高校科学とかで習う話かなと思います。2番もそうですね。折れ線の形を取るよと。だから2つの OH 結合は、それらが同一直線上で働いないため、分子全体では打ち消されず、極性分子となるよと。だから、まあ、
H2O なんで、こういう構造でこういう折れ線になってて、でこの O の方にマイナスが集中しますから、はい、極性分子になるよということですね。はい、で、3番目ですね。標準大気圧下において、氷が水になる状態変化や、水が水蒸気になる状態変化は、いずれも吸熱であると、周りの熱を奪うと。それはそうですよね。はい、氷が水になるときは、運動が激しくなるから熱を奪います。水が水蒸気になるのも熱を奪って運動が激しくなるので、熱を奪ってますよね。はい、お風呂上がりに寒いとか、汗をかいたら寒いのは、水が水蒸気になる反応が、吸熱反応だからですよね。当然、丸です、3番は。はい、4番が間違ってますね。4番はですね、水はわずかに電離して水素イオンと水酸化物イオンを生じ、電離平衡の状態になっていると。で、25度の中性の水では、まあ、そうですね、水素と、水酸化物イオン、それぞれの濃度が、この、1×10 のマイナス7乗モル毎リッターで等しくて。で、これ2つ合わせると水のイオン積が14になるとかね。pH が14、1×10 のマイナス14になるとかっていう話でしたが、これは、温度によって変わります。なので50度においても同様というのが間違いです。温度によって変化するということになります。はい。で、5番はこれ合ってますね。これなかなか面白い問題で、特に5番が。水の密度が4度で最大っていうのは、まあ、これ結構有名な話で、で、このことは水中での生物の生存に大きく関わっている。どういうことかっていうと、寒い地域の湖とかを想像してほしいんだけども、それって皆さん、寒い地域の湖ってどこから凍り始めるかっていうと、表面からね、水面から凍り始めるじゃないですか。水の中から、そこから凍り始めないじゃないですか。あれはなんでかっていうと、4度が一番、寒くなるんですよ。はい、ごめん、重くなるんですよ。だから、こう、湖があった時に、下の方に、4度の水が溜まって、冷たくなっていくとね、上の方に、0度の水が溜まるんですよ。だから、こっから凍るんですよね。上から凍ると。そうすると、この、そこの方で、生きてる水の中の生物は、凍らずに生きていられるっていう現象が起きるんですね。はい、これは非常に面白い話で、これは私の記憶では、なんか、高校の資料集、科学の資料集に載ってたのを読んだっていう記憶がありますね。だから、高校でも全然勉強する範囲かなと思います。はい。ということで、次34番。これも科学の問題です。これ本当に基礎中の基礎問題って感じがします、34番は。C5H12O のアルコールの不正炭素を持つ異性体の個数を、かけと、調べろという問題ですね。C5H12 ですから、飽和してますよね。だからシンプルに飽和してるっていう、で、中でアルコールが1個あると。いう状況ですから、まあ、ちょっと調べ方をね、ここでね、調べていくとですね。まず、普通に考えて、こういうふうに、まあ、炭素が一直線に並んでいる状況で、まあ、どっかに一つ、あれですよね、OH を置くと。まあ、ここに置く場合と、まあ、ここに置く場合、で、ここに置く場合の3パターンありますよね。一直線に O を並べたら。この時に不正炭素があるのは、こいつですよね。はい。これ、H、C、OH、C、C3つということで全部バラバラですから、こいつ不正炭素。他は不正炭素ありませんね。はい。で、続いて、C を、今度5つで並べましたから、次当然4つで並べます。C4 つで並べると、まあ、このパターンと、まあ、このパターン。そして、まあ、このパターンかと、あと、そっか、あと1個あるか。はい。このパターンかな。はい。C4 つで、並べたら、このパターンが出来上がるかな。C の4つ構造で、OH を指す場合は。そうですよね。うん。で、この時に不正炭素どこにあるかっていうと、まずこいつですね。こいつ不正炭素ですよね。で、あとは、こいつかな。こいつ不正炭素ですよね。他はないかなって感じしますよね。不正炭素ね。うん。で、最後に、まあ、3つパターンかな。はい。まあ、3つパターン。これですね。で、これはもうここにしかつけれない。ですよね。で、これは不正炭素ないですよね。だからこの3つかなということになります。一応私としてはこれで正しいかなと思いますね。本当にもし万が一間違ってたらと、なんか確かめようもあんまりないので、まあ自分が正しいと思った答えを紹介するしかないので、まあ私としてはこれが正しいんじゃないかと考えております。はい。まあ、
科学はこんなところですかね。続いてここから数学ですね。はい。35問目の問題。これはね、本当に簡単な問題で、まあ、理系の人だけじゃなくて、文系の人にもぜひね、ここは取ってもらいたいような問題かなと、個人的には思ってます。非常に簡単だと思いますね、これは。RSA 暗号は、現在のインターネットにおいてよく用いられている暗号化方式であると。で、この暗号は、桁数の多い素数を掛け合わせた自然数の素因数分解が困難であることを安全性の根拠としていると。で、暗号化複合化の手順は以下の通りであるって書いてて、2つの、素数 PQ を取り、M イコール PQ とするって、P イコール1と Q イコール Q引く1の最小公倍数を計算し、それを L と置くというような説明書いてて、まあ、説明見てはあんまよくわかん、イメージしづらいじゃないですか。結局何聞いてるのかっていうと、ここですね。公開会議で、この M がね、この2つの情報だけ見ればいいんですよ。M が187と K が、K1 が21、あ、23。これがわかれば、まず何がわかるかっていうと、さっきのここで見たように、M イコール PQ なんですよね。で、PQ 素数ですよね。で、イコール187ですよね。187を素因数分解すると、これ、11×17 になるんですよ。ね。ってことは、P が11で、Q が17ってすぐわかるんですよ。で、これがわかれば、もう本当に中学生通うぐらい簡単な問題になって、これは。だって、P イコール1と Q イコール1の最小公倍数 L と置くんでしょ。で、P イコール1っていうのは、まあ、P が11だとすると、P イコール1は10ですね。で、Q 引く1は、これ、16ですね。10と16の最小公倍数、ちょっと私計算したら、まあ、80かなと思います。はい。まあ、この辺は、別に、初中学生でもできる話かなというところですよね。10×8 で80。16×5 で80。それが最小かなというところですかね。はい。で、ここで K が、23と、K1 が23と与えられていて、でここからどう解いていくかっていうと、でね、これで L、LK に対し、K1、K2 を L で割った余りが1になる自然数とするんですよ。K1、K2。つまり、これかける、K1 23だから、K1、K2、K1、K2 って、23×K2 ってことですよね。で、これが、L で割った余りが1になる自然数って言ってるんで、まあ、例えば、これは、なんか80の、まあ、N 倍して、こんな式になるよって言ってるんですよ。わかります？23×K が80で割ったとき、これ、80って L ですからね。L80 ですよね。はい。80で割ったときに、1余る数字になるよと。それ80で割ったら1余る数字ってこういうふうに表現できるでしょ？で、この時の K2 の値になりうるものを選ぶだけなんですよ。で、普通に1番から当てはめていってみてくださいよ。1番だったら 23×3 でしょ？それ69でしょ？ 80に1足した数字じゃないでしょ？ 80 の倍数に1足した数字にならないでしょ？で、今度2番は5って書いてるから5を代入すると、これ115になるかな？これも80の倍数に1足した数字にならないでしょ？で、3番は 23×7 なんですけど、これ161になるんですよ。161ってことは、これは80の2倍に1足したものですから、これ答えですよね。ということで、すごくこれは、ちゃんと読んで、ちゃんと数字当てはめていけば、まあ、高校レベルの数学の知識すらいらないと言っても過言じゃないなのか過言なのか、ちょっとすいません。中学と高校でどこまで範囲の区分けがあったかはちょっとはっきり覚えてないので、あれですけども。まあ、過言じゃないのかなと私としては思って、非常に簡単な問題だと思うので、これぜひ、こういうタイプの問題は解けてほしいのかなと。個人的には思いますね。はい。続いて、36問目ですね。これはね、打って変わって、これはね、高校で、数3までやってないと、ほぼ解けないですね。35番は、正直中学レベルの数学、高校で数学、真面目にやってなくても解ける問題でしたが、36番は高校で数3までやってないと、基本的には解けないです。だから、高校で数3やってない人は、これ素直に飛ばすしかないですね。で、一応まあ、解法、喋っていくと、X がね、0以上の、
ものに対して関数式、y×e の y 乗イコール x と、まあこの e を見たことないですよね。あの、通算やってない人っておそらく。うん。まあ e っていう数字があるんです。これはあの、ある数字です。まあ 2.7 ぐらいの値だったかな。うん。本当はね、まあ、あの、無限に続くんですよ。だからあの、無理数、有理数ではなく無理数なんですけどね。うん。だいたい 2.7 ぐらいの数字があって。で、これが、うん、あると。で、例えば、x イコール0なら y イコール0で、まあ、普通に代入するだけですよね。あの、x に0代入したら y0 になるよと。で、x に1代入したら y は1だよと。で、この y を、まあ、wx と表すと。だから y イコール wx と。はい、表して、これを、まあ、ランベルトの w 関数と呼ぶとか、まあ、呼び名はね、別に今回の問題にはあまり関係ないです。で、これまず、微分係数って言ってるんで、微分係数、求めろって問題なんで、これ微分したいと思います。で、微分する仕方としては、まずこの形ですね。この式の形を、作って、で、これを両辺を y、x で微分しましょう。両辺 x で微分すると、左辺の微分が難しいんですが、まあ、前微分の後ろそのままとかって僕は覚えましたね。で、プラス前そのまま後ろ微分。で、これ合成関数だから、y の微分が出てくるよと。で、x の微分は当然1になると。これでいいのかなというところです。で、これは、y ダッシュでくくるとこうなるんですね。1。で、y ダッシュで、これ割ることが、y ダッシュイコールにしたいから、y ダッシュで割ると、はい、こうなるんですよ。まあ、ここまではそんなに難しくない。そして最後の最後、まあ、これの、まあ、これが要するに、あの、はい、同関数なわけですけど、ここに e を代入した時の値が欲しいんですよね。うん。ちなみに、まあ、これ x って書いてるけど、x どこにもないじゃないかと。本来同関数って言ったら、この x って書いてあるように、x の形に直すわけだけども、これ x の形に直す必要はありません。なぜなら同関数ではなく、微分係数しか聞かれてないから。で、なんでどういうことかっていうと、これね、まあ、ここ見てくださいよ。x イコール e なら y1 って書いてるから、何言いたいかっていうと、まあ、それそのまま書きますよ。x イコール e のとき、y イコール1なので、何が起きるかっていうと、この y ダッシュに、あ、ごめん、w ダッシュに e を代入した値っていうのは、この y に、ね、x が1のときの y の値になるから、なんとですね、これ全部、y の、あ、e の1乗、y は1になるし、プラス、1になる。y は1になる。で、1かける e の1乗になるから、結局、2分の1ということで、パッと5番と出る問題でした。うん。なかなか、数三までやってると、あの、いい問題かな。この解き方で合ってるのかなと私は思います。はい。では、理系編、まあ、の中では一応、最後の問題になりますかね。これはまあ、比較的普通、かなという感じですね。あるクラスで英語と数学の試験を行ったところ、英語の平均が60点、分散が40点、数学の平均が40点、分散が256だった。また英語の点数が高い人は数学の点数が低い傾向が見られ、逆に英語の点数が低い人は数学の点数が、高い傾向が見られたと。で、この時の、A から D までの中で、英語と分散の点数の共分散として適切な値はいくつあるかと。いうことです。共分散になり得る状況ですよね。で、これ相関係数っていうのを考えるといいと思うんですよ。で、相関係数ってどうやって出すかっていうと、まあ、これも覚えてない人ちょっと厳しいんですけど、そもそもこの問題解くのはね、相関係数っていうのは、今回で言うと、この、共分散が分かんないわけでしょ。共分散を求めたいわけでしょ。で、相関係数っていうのは共分散を、それぞれの、まあ、英語と数学の点数の標準偏差で割ったものなんですよ。だから、今回で言うと、ルート400と、ルート、256ですね。標準偏差は、分散の、分散にルートをつければ出ますからね。で、それぞれ、これがまあ相関係数です。で、ここで相関係数って基本的に、マイナス1から1の範囲しか取らないんですよね。で、しかも今回、英語の点数が高い人は数学の点数が低い。で、その逆もね、英語の点数低い人は数学の点数が高いって言ってますから、この相関係数は負になります。なんでこれ0以下です。そして、まあ、マイナス1より小さくなることはないから、こうなるわけです。あとは、これルートを外すと、この求めたい共分散っていうのは、20と16が分母に来るんですね。はい。で、これはもう分母払うと、
はい、こうなるよということで、だから共分散というのは320から0の間、マイナス320から0の間しか取れません。ってことは、この360ダメ、240ダメ、これ OK、これダメってことで1個。これが、答えですね。はい。まあ、これはまあ、ほんとこの公式を知って、いればというところでしたかね。はい。ということになります。これで一応まあ文型編と合わせて、すべてのね、問題一応解説しましたが、まあ、まだ一応私の収録時間ちょっと余裕があるので、ちょっと あと1問だけちょっと補足説明したい問題があって、それ何かっていうと、この、まあ、文型編でもやった経済学の21問目なんですよね。で、これちょっと理系的な解き方もあるかな。だから理系編でちょっと理系的な解き方もちょっとやってみたいなと思うんですね。文系編ではどう解いたかっていうと、まあね、X の金額が2000円に値上がりしたんだから、1000円の段階で買った個数よりももっと高い金額を買うわけ、もっといっぱい買うのはおかしくないですかみたいなことを説明したと思います。で、まあそれで答えが出ちゃうので、まあ、それでもいいのかなというところですけど、まあ、ちょっとね、本当に経済学的にそれで正しいのかどうかっていうのは、私も経済学の専門ではないので、ちょっとあんまりわかんない。で、もう少しちょっと理系的に数式、せっかく数字が出てるから、数字で考えると、何がわかるかっていうと、まあ、まず普通にね、この問題が面白いのは、予算3万でね、この消費者が予算3万で、X の財2000円、Y の財が、Y 財の価格1000円。で、これいくつ買えますかって言って、この3番と4番はね、これそもそも予算オーバーしてるんですよね。3万円超えてるんですよ。あ、間違えた。3万と4じゃないや。2と4か。はい。あ、2と4ですね。うん。だって2番は、これ1万8000で、で、これ1万3000でしょ。1万8000と1万3000って足したら、3万1000円になりますよね。で、4番は、これ2万2000と9000で、やっぱ3万1000円になりますよね。ちょっと私の計算が間違ってなければですけども。うん。予算オーバーしてるから、これ、ありえないんですよ。この選択をするっていうのは。2と4はありえないと。じゃあ、1と3で、2と4を消して、まあ、1と、3で考えるわけですけども、ここで注目したいのが、これ、条件1の時って、この2、この人は条件1の時に、X を8個買い、Y を11個買い、それちょうど3万円なんですよね。1000円と2000円。8000円と2万2000円。で、この時にね、この3の選択肢で10個ずつ買うっていう選択なんだけど、実はですね、これ、10X プラス 10Y っていう選択が1番でできるんですよ。同じ予算3万円で。で、2番でこの人は何を選択したかっていうと、8X プラス、そう、11Y。これ、答え 8X、これ一旦無視してください。この3番が間違っていることにフォーカスして解説するので、実はね、2番の条件の時に、同じ買い方を、もしね、1番と同じ買い方したら2万7000になるんですよ。で、もしこの人が10ずつ買うんだったら、10ずつ買ったら3万になるんだけど、いいですか ?1 番においてこの人は、この2通りの買い方ができるのに、こっちを選択したんですよね。うん。で、2番の条件において、ね、同じ選択肢をした時の方が3000円安くなるのに、こっちの選択肢をするってありえなくないですか ?2 番の状況で。うん。だからやっぱり3番は間違ってるなと思うんですよね。だってここで3番選択するんだったら1番の時点でやっぱこの 10X たす 10Y 選んでなきゃおかしい。だって同じ選択をより3000円安くできるのにこれを、ね、選択しないでこっち選ぶんだったらこの時点で、こっちの方を選んでるはずですよねっていうふうに考えることもできます。ただいずれにせよですね、ちょっと経済学の本当の私の知識がないのでその解き方すら本当に正しい解き方かはちょっと私も正直わかんないんですよ。ただ私はそういう状況でも過去問で経済学の問題をまあ、これに近い本当に数学的な考え方しかしない状態で経済の知識を使わずに予備試験の公開している答えと同じになる問題がいくつかあったので過去の問題でね、令和5年だけじゃなくて、だからまあ数学のが得意な人はこうやって経済学でも数学的に考えて経済学の知識なしでも、まあ、一応予備試験の出している回答と同じ答えになることはあるので、まあ、試しにやってみてもいいかなと思います。はい。
ということでね、文系編、理系編に分けて、令和5年の予備試験の問題全部見ました。で、ちょっと本当に、最後にね、言わせてほしいのが、私は本当に、各ジャンルの専門家ではないので、一応私なりの解き方、私だったらこう考えて解きますということです。何かしら本当に学術的な、なんかこう、おかしなことをもしかしたら言ってるかもしれませんが、そこは多めに見ていただくと幸いかなと思います。これがね、予備試験を受け、目指されている方の少しでも役に立てば、嬉しいかなと思います。はい。では、今回の解説は以上になります。お疲れ様でした。